ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメント一つ、吉田俊さんからかな、読み方間違ってたらごめんなさい。コメントありがとうございます。ポツです。そういえば、ジェシカは、ドルマゲスみたいに石化して消滅しませんでしたねっていうコメントいただきました。で、自分はまずヒロインは殺してはいけない鉄則ですねっていうコメントを返して、その後、別の方なんですが、クレイジー TV さん、ドルマゲスは魔力が枯渇してしまったせいでああなったのかなと、勝手な推測ですかというコメントいただきまして、その方に返信したのが、そう、ドルマゲスは確かに、体を休めなければいけないくらい常に魔力を吸収されていたっていうところを思い出して、確かに、そう、そのせいで、つまり、体が弱まっていたせいで、主人公たちにやられた後、石化して消滅してしまったのかなっていう、考察をしたんですよね。確かに確かにと思って。結構これで納得できたんですよね。ドルマゲスが石化して消滅したのに対して、なぜジェシカは生き残れたのか。ジェシカは、杖からそんなに魔力を蝕まれる前に、倒すことができたじゃないですか。そのせいで、助けられたんじゃないかなっていう風に考察しました。いいよね。こういう考察本当に好き。お二方コメントありがとうございました。さあ、そして今回は、正気を失った竜神王様と戦闘するわけなんですけれども、見えましたね。今回はね、こんな感じでいきたいと思います。では、いざ参りましょうか。ずっとこれをやりたかったんだよね。PS2 版ではできなかったから。人間が何故ここに現れる。そうか、我が煮えとなることを望むのだな。ならば望み通りにしてくれよ。竜神を素手で倒す。いいとこで噛んだ。とりあえず今回は普通でやります。作戦をまず命令させろに変えて、じゃあ行きますか。ダメまーす。ドラゴンソウルっての覚えたんだよね。これ何なんだろう。ちょっと一回やってみようか。ドラゴンソウル。おっさん呼びもいいか。まず見てもらうか。タンバリン打ちます。モリエール。モンスター呼び。モリーダイブ。敵担当に超絶。自分もダメージ。ハイテンション一旦で2回ためろ行う。じゃあ、必ず20までは行くんだね。これは。運が良ければ50、100ってこともあんのか。やっぱモリー強えわ。これ絶対モリーだわ。うわ、みんな素手だ。とりあえず20。ドラゴンソウル。うわ、強っ。あ、テンションが関連してくんのか。おー、サバ缶あ、おっさんいっぱい来た。あ、結構強い。結構強いけど、ちょっとチャッチー。ひらりと身をかわした。ひらりとダメージを受けない。あらドラゴンソウルが強すぎる剣。貯める。タンバリン。モリエル。20のドラゴンソウルで1500食らうんだから、100溜まったら3000、4000いくんじゃない？もう3000食らわした。うわぁ、おたけびはまずいな。ああ、まずいな。ヤンガスは50まで来ましたね。ヤンガスは、ここで爆裂剣打ちます。防御なんてしない。よし、来た。
クリリンのことか。うわヤンガスのスーパーハイテンションいまいち。爆裂剣つえー、やっぱ爆裂剣つえーわ。 153? あ、ごめんごめん、この画面にしてなかったね。全然余裕あります。貯める、タンバリン、モリエル、ドラゴンソウルより食らうのか。でも120のドラゴンソウルと100の爆裂剣だからやっぱドラゴンソウル強えんだな。50のドラゴンソウルやばいんじゃない。オーケー、すえー、なんだこの技。 PS2 の時なかったよね、ドラゴンソウルなんて。レベル70で確か覚えたんですよね、主人公が。お、スキルの種、これはヤンガスに使いましょう。お、竜神王様。正気に戻られたか？私は何をやっていた？人の姿を封じる儀式からずっと、まるで長い悪夢を見ていたようだ。人間だと？人間が何故ここにいる？いや、覚えているぞ。そうだ、お前たちが正気を失った私を救ってくれたのだ。勇敢なる人間たちよ、礼を言おう。お前たちが止めてくれなければ、私は我が一族を滅ぼすところであった。人間の姿を捨てようとして人間に助けられるとは。私の行いは誤りであったということか。お前は、お前はもしかしてあの時の子供なのか。お前が私を、竜神族を救ったと。なんと宿命的な。なんであんたが兄貴のことを知ってんでガス。それに宿命的って。そうか、そなたはまだ自らの出生の秘密を知らぬのだな。いや、思い出していないというべきか。若者よ、お前は竜神族の里で生まれ育った。竜神族と人間双方の血を引くものなのだ。詳しい話は、そうだな、お前の祖父から聞くのがよかろう。グルーノよ、そこにいるのは分かっているぞ。観念して出てくるがよい。やはり竜神王様の目はごまかせませんな。全くお恥ずかしい限りで。お前さんよ、今までずっと黙っていてすまなんだな。わしがお前の祖父、そしてお前と共にずっと旅をしてきたネズミのトープの正体なのじゃ。どうやら驚かせてしまったようじゃな。ま、無理もないことじゃが。モリーの顔。ともかく先日の約束通り、お前の出生と竜神族の関わり、そのすべてを語らねばなるまい。そうじゃな、長い話になる。まずはわしの家に戻り、それから話すとしようか。それがよかろうな。どれ、里へ戻るならば我が力で送ってやろう。若者よ、全ての事実を知ったら
また我が元を訪れるがよい。お前たちにならば竜の試練への挑戦を許そうぞ。おお、ここはまさに我が家ではないか。さすがは竜神王様、狙いが正確でらっしゃる。さて、まずはお前に渡したいものがある。ついてまいれ。それはお前の母ウィニアの形見、そしてお前の父エルトリオからウィニアに贈られたものなのじゃ。その指輪にはめられた宝石にはお前も見覚えがあるのではないか。そう、それはアルゴンハート。お前の父親は20年前に姿を消したサザンビーク国のエルトリオ王子なのじゃ。我が娘ウィニアは持ち前の好奇心から人間界を訪れ、そこで偶然エルトリオ王子と出会った。やがて二人は互いを深く愛し合うようになる。それを引き裂いたのは他でもないこのわしなのじゃ。その時はそれが正しいと思っておった。人間と竜神族とでは幸せになれるはずがないと。だが結局わしの決断は自分の娘を不幸にしただけじゃった。ウィニアを連れ戻してからほどなくして竜神族の里のそばで人間の亡骸が発見された。それはエルトリオじゃった。ウィニアを追ってこの里を目指した彼は今少しのところで力尽きたのだ。そのことを知った娘は深く深く悲しみ、悲嘆のあまり徐々に体を弱らせていった。そしてその時すでにウィニアはエルトリオの子お前を身ごもっておったのじゃ。そのことに気づいたウィニアは周囲の反対を押し切って産むことを決めた。だが衰弱していた娘の体が出産に耐えられるはずもなく、お前を産んだウィニアはそのまま。こうして生まれてきた人間と竜神族の血を引くお前をどうすべきかが長老会議で話し合われた。何年にもわたる長い議論の末決められたのは、まだ幼いお前の記憶を封じこの里から追放することだった。無論わしは必死に反対したよ。だが一度下った決定が覆ることはなかった。この時ばかりはわしも自らの無力さを呪ったものじゃよ。やがて会議で決められた通り、お前は竜神王様の手によって記憶を封じられ里を追放された。だが可愛い孫ウィニアの忘れがたみを見捨てることなどわしにはとてもできなかった。わしは竜神王様に願い出て人間界へ追放されたお前を追いかける許しをいただいたのじゃ。そのための条件は姿をネズミに変え決してお前と話してはならぬという厳しいものじゃった。だが本当なら人間界で両親と共に幸せに暮らすはずだったお前に背負わせた苦労を思えば、そうすることが
お前に対する償いになるとは思わんが、わしは迷わずネズミとなってお前を追いかけたのじゃ。これがわしに話せるすべてじゃ。今まで黙っていて本当にすまなかった。不甲斐ないこの老人を許してくれ。紙芝居かよ。その指輪じゃが、これからはお前が持っていてくれ。その方がウィニアもお前の母も喜ぶであろうからな。さて、それでは里の様子を見回ってくるとしようか。それとももう一度今の話を聞きたいかね。あんな長い話はもう聞きたくないか。ま、無理もないことじゃな。では里を見回りながら、ついでに長老たちに使命を果たしたことを報告してくるとするか。まさか主人公がチャゴスの血縁だったとはね。ちょっとサザンビーク家の血筋を詳しく分かってないから何とも言えないんだけど、エルトリオ王子20年前、チャゴスも結婚できる年ってことは、20年前、チャゴスのグラビウス王ってチャゴスのパパだったよね。グラビウスさんの兄弟って考えると多分あれだから、チャゴスと、いとこ?いとこか?いとこになるのかな?マジで?似なさすぎだろう。どんだけだよ。とにかく血縁ってのは間違いないから、ちょっと似てなさすぎる、びっくり。ああ、もうこんな時間か。じゃあとりあえず今回ここまでかな。でもこの長老さんたちは、あれでしょ?この主人公を追放したんだよね。することを決定した人たちなんだよね。に対してさ、優しいな、主人公は。まあ、それを知らないで龍神王様を救ったわけなんだけど、心情穏やかじゃないだろうな。でもまあ、昔のことだし、記憶にないことだから、それにこの顔だからな、なんかあんまりネタま、なんていうのかな、あんまり昔のこととか気にせずって感じするよね。恨まなさそうな感じはするけど。どうなんだろうな。境地穏やかじゃないだろう。普通だったらね。はい。ということでですね、今回はこれで終了したいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。